こんにちは。今日はどうしても会いたい人に7年ぶりの再会をするために一人でお出かけです。プラス楽しいイベントの情報もご覧いただけると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。皆さんも食べないんですよ。そうなの？だから僕しか食べないんですよ。あれそうだってトマト食べれなかったんでしょ。そう食べれないんですよ。本当にあれですよね。全然醤油。いただきます。美味しいですね。めっちゃ美味しいですね。ビール飲みたい。ビール飲みたい。そう。昨日ここでなんかワインのロゼかなんか出してくれて。これとワインの朝からすごいいい奥さんに。そう、ありがとうございます。え、まだ帰らないよ。ですよね。置いといたら買われちゃうのもで、とりあえずもう、そういうことですか。先に手付けしておかないと。ありがとうございます。本当に久しぶりで、まず一人でお出かけ自体を最近全然してなかったんですよ。いやー、よかったな。声かけてもらってよかった。今日私がね、あのイベントに行ってきた理由っていうのは、リトルプラントっていう、
お野菜をね販売されている方っていうのが私の当時まだウェディングプランナー時代のお客様だったんですね。まあ、数ある新郎新婦さんの中でもこう差をつけてはいけないですけど、私の中では割と特別なお二人で、特にね新郎さんが最終的に花嫁さんにサプライズをしたいっていうので結構綿密な計画を立てたり相談を受けたりっていうちょっとこう濃い時間をね費やした方だったんですよ。いやもうね思い出すだけで胸がいっぱいになるぐらい特別な思い入れのある方で、インスタグラムで近況なんかはねちょこちょこ拝見していたんですけど、その中でねこう移りゆく時の中でどんどんこうやってることが変わっていくなみたいな、いろんなことをされてるんだなっていうのは見てたんですけど、今日ねその様子をこう間近に見てねおしゃべりすることができて、なんかすごい心に栄養をもらえた気がします。いやなんか感極まっちゃいそう。で奥様もね動画には登場してないんですけど、奥様もいらっしゃって二人でね手を取り合って、あーって言ってお久しぶりですとかっていうやり取りもさせてもらってね、もし叶うのならば今後もねなんかこういう風に交流を持てたらいいなってこっそり思ってます。また何かの時にはお誘いくださいっていう動画を通してビデオレター。というわけでですね、はい、ちょこちょこねお買い物をしてきましたので、そのご紹介をしていきたいと思います。そう、野菜をねちょうど欲しいなと思ってたので今日お買い物できてすごく嬉しいです。でね、すごい立派なのナス、細く見えるかもしれないですけどすごく重たくて、多分中身がギュッと詰まってるんだろうなっていうのがわかるぐらい、ちょっとまたこれで煮浸し作ろうかなって帰り道にねいろいろ考えながら帰ってきました。でさらにですね、ゴーヤ、夏はやっぱりゴーヤ食べたいよねっていうことでゴーヤ買ってきました。いやちょうどねゴーヤチャンプルー食べたいなと思ってたんですよ。しかもこんな綺麗な色のゴーヤあんまり見なくないですか。鮮やかな緑なの、画面を通して見るよりももっと綺麗なねグリーンをしてます。概要欄にショップのこととか貼っておくので、もしよかったらね気になる方はぜひぜひインスタグラムとかで出店される場所とか追いかけてご購入いただきたいんですけど、続きましてピーマン買ってきました。めちゃくちゃ太陽の光を浴びましたっていう感じのピーマンじゃないですか。かわいいと思って、何作ろうも今から楽しみでしかない。お料理するのが楽しみでしかないんですけど、そして最後に大きくないこれ。めちゃくちゃ大きい立派な玉ねぎです。玉ねぎなんてもう何にでも使えるからね、本当に嬉しい。そしてレッドオニオンかな、さっきの彼京平くんって言うんですけど、京平くんは焼きそばのねキッチンカーとかもされてるんですけど、その焼きそばにスライスしたのをかけるとすごく美味しいっておっしゃってて、ちょっと私も焼きそばで試してみようかなと思うんですけど、もう綺麗なの楽しみでしかない。それでね一緒に展開されているお店の中でリトルフラワーコーヒーさんっていうところのコーヒーも美味しいよって言って、私グビグビ飲みながら帰ってきたりしたんですけど、そこもねすっごい美味しかった。そこもねもちろん概要欄に貼っておきますのでご覧ください。であとねパンを買ってきました。私パン大好きで、しかもちょっとハード系の固めのパンが好きなんですよ。ふわふわよりも硬くってこう噛み締めてっていう感じが好きなんですけど、そういったパンもねちょっと買ってきました。こんな感じのレーズンのこう練り込まれた、何だったかな、ノアレザンだったかな、そんな名前のパンと、これはチャパタだったかな、ハーフサイズのチャパタを買ってきました。美味しそうでしょ。もうね私絶対これをねサンドにしようと思って、チキンとかチーズとかを挟んでチャパタサンドにしようかなって
もうね、頭の中でパパパってこうレシピが浮かんで思わず買ってきちゃったパンです。これもいただくの楽しみ。そして最後にクッキー。最近ね、こういうなんだろう、ちゃんとしてるって言ったらあれですけど、あの市販のお菓子じゃないクッキーを最近食べてなくて、そういうの食べたかったんですよね。なのでちょっと買ってきました。これもコーヒーと一緒にいただこうと思います。なんだかね、食べるものばっかりあれなんですけど、でもいや本当ね、ああいうイベントは多分知らないだけでいろんなところでね、あの開催されてると思うので、本当ちょこちょこ調べながらこれからも行ってね、刺激をもらいたいなと思います。そういうところ遊びに行きながらね、まだちょっと続く夏を楽しみたいと思います。では今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。面白かったなって思っていただけたら、ぜひぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。